こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。松並ゆいです、さあ今日はもう飲みに行きましょう。ラッキー話。作物ができてるね。農園に行きますか。届いてるよ。全然止まない。ガチャ、これなんでしょうね。何のガチャだ。ジェンティルロンナガチャ。10回ガチャ。さあなんか来る。来る？ビルシーナ来た。ビルシーナ初登場です。クエスト達成、やったね。ちょっと聞いてよ。はい、何です？クイステックス、ようやく1着取りましたね。要するに G1、G2 で結果残せるかっていうところですよね。ねえねえ、あと2周ぐらいしたら次のレース出したいと思います。気がつけば残り2周2周ですね。あれ、勝負根性はベアークだからか。お、いいじゃないの。そうなんだ、これで限界近くか。大根。お、嬉しいか。よしよし、どんなレースがあるんでしょうね。まあちょうどぴったりかもしれない。トキステックスあたりはいいかもしれないが、わからん。ちょっと聞いてよ。気合十分だね。お、嬉しいか。よしよし。
フィンランドが1200ですね。こちらも悪くない。しかし、トキステークス出しましょう。戸崎騎手。はい、何です？お、一番人気。1.0 倍、ダントツを一番人気。ただいまより投票受付を開始します。あ、ここはしっかり地味に進めましょう。スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。典型的な逃げ馬はいません。思い切って行くのは何か。ミナレット、先頭カオスモスが追いかけます。内を通って西のラッシュ、その外に7番シンボリディスコ、1番タガノブルグが内々を行っています。そして外からは3番ポリービン、それから10番ダノンプログラマー。第3コーナーに向かいます。12頭外を通りましてロサギガンティア、それからもう1頭肩の南風プリムラブルガリス、それから離されまして6番アミカブルナンバー、そしてその後ろから8番ベステゲシェンク。ミナレットが先頭です。ちょっと離されましてカオスモス、それから西のラッシュ。さあ、すごいね、早めにもう先頭進出してきた。完全に抜け出しましたね。一気にです。ノートン特別では負けられない。まるで疾風のごとき走りです。実は体ぐらいまでいけそうだよな。よく頑張った、えらいぞ。一着12番、二着4番、よく頑張った、えらいぞ。痩せすぎだよ、もっと食べなきゃ。もちろん放牧します。はい、何です？ちょっと聞いてよ。何キロ？もう一周ぐらいかな。私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。ベストの体重が上がってるな。二周ぐらい休養させて。だと悪くはないですよね。ねえねえ、ちょっと聞いてよ。これで休養から回復です。スタミナか。体重はバッチリだね。まあまあ
ーかな。あ、間違えた。ヒロアカ愛取れてると思うんでね。ちょっと聞いてよ。パートナー状況。体重はバッチリだね。お、嬉しいか。よしよし。私は追い込み場が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。今週が12月の1週か。香港のレースをおすすめされてますね。タコーズステークスはいいかもしれない。まあ今週出てもいいか。中日新聞杯とか気合い十分だね。お、嬉しい。はい、何です。楽しみにしてるみたいって言われてます。どっちしよう。チャレンジカップの方だな。はい、何です。一番人気。お、いいじゃないですか。 1.0 回ダーツと一番人気。受付を開始します。ワールドエース、スピリッツミオ、ヒストリカルなど。そう、阪神芝 2000m G3 チャレンジカップです。晴れ両馬は。さあ、12頭の下点が完了しました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した。12頭であります。9番シャトーブランシュがちょっと立ち遅れ。これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。先頭に立つのは何か。2番マイネルミラノが先手を取りました。外を通ってスピリッツミノル、7番レッドアリオン、それからマコトブリギャール、ちょっと離されまして肩の南風。結構濃い追走してますね。その外12番アクションスター、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それからもう1頭3番ワールドエース、そしてその後ろから6番デンソウルト、これと一緒にブルーキー、それから4番ヒストリカル、10番タガノエトワール、しんがりからシャトーブランシュ。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭は依然として2番マイネルミラノ、その後ろでやりましょうか。スピリッツミノル、前前での競馬レッドアリオンと岩田騎手、そして4番手にマコトブリジャールであります。11番肩の南風、ピンクの帽子が馬込みで揺れています。外から1頭アクションスター、そしてそのうちに3番ワールドエース、6番デンソウルト、そのうちからは1番ブルーキー、ヒストリカル、じわっと上がっていく。さあ、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。旗の南風は5番手といったあたり。スヤシはどうだ。ヒストリカルもいいわ。それを上回るスヤシ。スピリッツミノル、旗の南風、ここで先頭に踊り出る。ヒストリカルが2番手、1着旗の南風。いいですね。スヤシ爆発、まるで疾風のごとき走りです。まあ G2 以上にもう出ていいんじゃないかなと思います。1着11番、2着4番、3着。差し追い込みですよね、やっぱり。まだまだ先は長いよ。お、SS に上がった。消防根性は。いい感じだね。作物ができてるね。農園に行きますか。当然豪華タイ袋。います。
実以上には次出したいですね。私は追い込み場が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。もう一周やって戻しましょう。どうしたの？あと15周。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です？叩き合いはいけるということで、結構完成度上がってきたんじゃないでしょうか。ローテーション見ると G2 が続きますね。金庫賞とか出せればいいなっていう感じです。そのあたりかな。とスプーミアハイもいけますね。ドバイターフあたりもいいかもしれない。はい、何です？あととにかく15周。獲得賞金は3000枚突破で、殿堂入りは確定したので、これからより、上を狙っていきたいと思います。戦績は11戦7勝ですね。3連勝してます。成長を待ってより上のステージへっていうところですね。ということで今回はここまでとしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。スターホースポケット、今まで遊んだ動画、プレイリストに記録しております。プレイリスト説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にこちらもアドレス記載してます。よろしければ見てください。ツイッターはライブ配信お知らせしております。フォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。